チーム記録を更新する10連勝中と最高のムードで決戦を迎えた首位アントラーズ。8点1差で2位につけるジュビロとの天王山に日本代表トルシエ監督も登場。まさに役者が揃い踏みとなった一戦で、アントラーズは中山を激しくチェックし流れを使います。すると21歳の若きゴールゲッター柳沢がドリブルで持ち込みシュート。立ち上がりからボールを支配しジュビロゴールを脅かせば、今度はドリブルから左足を振り抜くなどトルシエ監督の前で積極的なプレーを披露します。すると前半43分、そんな若きエースがもらったフリーキックからビッグチャンスが訪れます。キーパー大神がファンブルしたボールを最後に押し込んだのはマジーニョ。赤と青の二強が織りなす J の頂上対決はアントラーズが1対0と先制して折り返します。しかし後半柳沢が守備に走り回るなど J 最強の攻撃陣を誇るジュビロの前に防戦一方となると、現在33ゴールと得点王レース独走中の中山にゴールを脅かされます。それでも後半38分には中山のこのヘディングシュートをキーパー高桑がナイスセーブ。結局史上初の両ステージ制覇の完全優勝を狙うサックスブルーの大波を跳ね返したアントラーズ、11連勝を飾り、いよいよ歓喜のゴールへ向けラストスパートに入ります。なんとか攻め込めるだろうっていう思いの中でやってましたから、ただその中でね、そのチャンスをものにできなかった自分がすごく情けないし悔しいですね、はい、とにかくこの一戦だけに集中して、まあ、勝てば本当にセカンドステージの優勝が近づくんで、本当に集中してやってました。セカンドステージの覇権をぐぐっと引き寄せたアントラーズ、再びジュビロとの決戦チャンピオンシップ出場まであと1勝なんです。